広電プレイヤーの皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕トラえもんです。本日は最新最強オノビルトということで、火力耐久両方やばいというところをお届けしていきたいと思います。とその前に告知させてください。はい、こちら最もお得な課金法ということで解禁がされておりまして、課金額の 15% がゲーム内で使えるクーポンで何度も返ってくるという非常にお得な仕組みとなっております。こちらご興味をお得な方はこの動画の概要欄、もしくはこの動画の最後のサムネイルからご覧ください。はい、ということでですね、本日は、ビルドの紹介ということでございますね。トラえもんはですね、過去も検証動画上げましたけれども、未覚醒の斧、はい、覚醒してない未覚醒の斧を使用しています。で、広告免除パスと終身パスの美課金のプレイヤーとして、やっているというのがこの本枠になります。で、このビルドはですね、基本的に同等の戦力であれば、どの職業にもまず負けないです。はい、戦力が差がないのであればほぼ 100% 勝てます。はい、の上で格上にもかなり勝てますということで、これはねもう斧の特性をかなり、捉えてるんじゃないかなというところもありますので、ぜひご参考いただければと思います。じゃあね、早速まずは、どれだけ強いのかというところかと思いますので、バトルをねご覧いただければと思います。はい、まずはですね、斧が苦手とする、はい、マキノコの方ですね。で、モーモーと、神器もあり、背飾りもありって、かなり課金者の方なんですかね。はい、トラモン、広告免除パスと終身パスの美課金で、いわゆるね、オートバイクはキノコスロで手に入れましたけども、それが持ってないんですけど、こんな形でね、どこまでいけるのかっていうところをね、まさに、はい、4900万、戦力100万ぐらい、トラモンの下ですかね。はい、見ていきましょう。はい、マキノコはねやっぱりね最初がねなかなか、先行食らいやすいんですけど、とはいえねトラもサブアカでセンチ使ってるんですけど、一番嫌なの斧だね。あと剣か反撃ね。はい、勝ちました。はい、で次が、弓キノコですね。はい、こちら戦力5000万なので、トラムの戦力が200万くらいですかね、上という方になります。こちらも、モーモーとあとは背飾りをお持ちの方ということになりますけれども、戦力200万差ですね。はい、どんな戦いになるかということで早速、ご覧いただきましょう。とにかくね美課金でこの重課金の方々に勝つっていうのがねかなりなんて言えばいいのかな、ポイントというかね、嬉しいポイントでもあるんじゃないかな、無備課金の方特に。はい、結構余裕で勝てましたね。はい、で次がですね、こちらは戦力5300万、トラウマより戦力が500万ぐらいですね、上の剣キノコ。はい、いいですね、剣対斧いいじゃないですか、分かりやすいの方ですね。はい、でこちらも神器だったり背飾りが、お持ちの方ということになりますけども、それも前も言いましたね、 PVP だとまずはね未覚醒の斧で、その上で覚醒の剣、覚醒の斧が強いということで、未覚醒の斧のねこのポテンシャルをお見せできるんではないかなというふうに思いますが、早速参りましょう。はい、ということでいいですね、剣対斧はねもう耐久と火力がこうどうバランスを取れるかっていうところなんですけど、お相手の方はこう歯磨き粉ね持ってますね。これはね強いんですよ、持ってると反撃が 10% アップでしょ、で反撃ダメージ 100% アップしますから。はい、ということなんですが、いい感じですね。はい、いい感じで、トラもね火力特化だけじゃないんですよ、今ではそうだったんですけど、今はね体力もムキムキなので、この両輪の未覚醒の、はい、強かったね。ありがとうございます。で、最後が、戦力5700万なので、もうね、1000万ぐらいですね、トライモール戦力が上の、ボーガンの方ですね。はい。ちょっとね、この方、競技場でも、順位はかなり上です。はい。トライモールよりも、順位はかなり上の方ですが、さあ、この方に対してどういう戦いになるかというところでね、はい。早速、ご覧いただければと思います。戦力が、1000万上ということになります。さあどうかな、どうかな、さすがにね得意のボーガンとはいえ斧にとっては、あー神器持ってらっしゃいますね、が勝った。はい、ということになります。ということで、ね、強いでしょっていうところはお分かりいただいたと思うんですけど、早速ビルド紹介。まずステータスから、はい、会心ですね 68%、 これね EX 装備前もうちょっと高かったんですけど、EX 装備でギリここが妥協点かな、 68% の反撃が 90% ですね。はい、なのでトラもね会心特化ビルドです。はい、
で、まあ、そこに体力がムキムキって入ってるんですけど、置いといて後で。で、ダウンはいらないな。うん、で、あと他で言うと、会心ダメ。はい、3560%、かなり高いですね。で、会心抵抗はもう 800% 欲しいかな。うん、ここは結構重要です。PVP では。防御より重要。はい。で、反撃係数が17000。消えちゃった。反撃係数が17000で、はい。で、あとは、もうこの下は良くて、最終属性のところですね。はい。体力ね、4万ですね。これ結構高いと思います。はい。ぜひご自身と比べていただいて、普通の平均よりかなり高いですね。はい。で、攻撃もかなり高いはず。まあ、そんな感じになってます。はい。で、ビルドはですね、まずざっくり見ていくと、はい、まあ装備はね、まあ EX 装備、まあサブスで厳選してますのでこんな感じですね。基本的にはまあ反撃か会心が必ず入っていると。で、まあわやくば反撃会心両方入っているのがベストということで、まあまずやってます。はい。まあ王道といえば王道ですけどね、まあそれを王道のステータスをどう活かすかっていうのがこの技能ということになります。これもね、過去の動画で、詳細をお伝えしたのでぜひご覧いただければと思うんですけども、もうこれ固定ですね。はい。特にこの右2つ、これはもう超固定ですね。まあ稲妻必須ですけども、真ん中のね、はい、こう天下の罠と百山連鎖はもう超固定ですね。で、それがなんでかっていうと、異物のこの一番左下かな、はい、この彫像が、この百山連鎖と天下の罠の、効果時間を両方ともね、アップしてくれるというところになってきます。 50% だったかな、はい、アップしてくれるので、はい、相当でかい。で、仲間もね、これね、固定ですね。はい、もうナスも必須でしょ、会心で。で、竜も会心で必須、ロボドックも反撃で必須、しかも、耐久アップで必須。まあ、亀ぐらいかな。亀はね、まだいじってもいい気がします。まあ、耐久だったら亀よりも、実はエネルギー速度上げるやつの方がいいんじゃないかなって最近思ってるんですけど、一旦これで、まあ、固定してますね。で、異物は、仮面は会心ですね。はい、このあたりで結構会心を上げてるっていうところになりますね。はい、で、やっぱりこの彫像ね、これがまあ特に重要かなというところになります。で、あとね、はい、このビルド1、はい、この彫像ですね。あ、きれいか。はい。反撃、反撃、反撃、会心、反撃です。まあ、この反撃をね、一番下の反撃、まあ一番下とか、まあどれか1個か、を会心ダメに変えたいとは思ってますが、ちょっとまだ変えられてません。これはちょっと狙いがあってね、またどこかで、動画出せれば見ますけども、あえて変えてないという形になりますね。はい。で、ビルドはですね、あと背飾りもあって、はい、背飾りはね、バランスっていうのを一応入れてるんですけど、まあ、これがね、攻撃、反撃ダメ、そして体力と防御もバッチリ上げてるっていう感じの、まあ、バランスというかね、火力と、耐久両取りの、ビルドという感じになってます。これ後で詳細お見せしようと思います。はい、で、乗り物とね、まあ、ペットはこんな感じですというところになっていきます。で、あとはね、そうだな。ペット大事ですね。はい、ペット。ペットはね、今はアヌビス使ってまして、まあ、なんでアヌビスかっていうところは、ここの目標の攻撃力マイナス 15% 発動技ね、持続攻撃。これがやっぱね、斧にはめちゃくちゃ重要。まあ、剣も重要だと思います。はい。で、あと、受動ステータスは、超反射反撃。あとは、憤怒加算、会心上げるですね。あとは反射反撃。はい。これね。超反射反撃。反撃乗算プラス 9%。反射反撃。反撃ダメージプラス 270%。で、憤怒加算。会心大事なんでね。はい。135%。という感じです。なんですけど、これはね、まだいけます。はい。何してるかというと、見て、この B ダックの数。半端じゃないでしょう。この B ダック。B ダックの数。半端じゃなくて、で、B ダックを、今ね、今 B ダック持ってるので、これ、まず逆光、これね、これを、まず一つ持っているのと、あとね、一番大事なのは、これじゃなくて、まあ、反撃ダメもこれついてるんですけど、今、トラエモンなんでこんな B ダックをたくさん持ってるかっていうとですね、過去もちょっと動画に上げたんですけど、このね、B ダックしか持ってない速度超過禁止。これ B ダックしか出ません。あとピンキーも一応出るけど、はい。この戦闘開始後すべての敵の発動技効果マイナス 8% 時間ね。これで稲妻の時間を減らしたりできるので、これが欲しいんですよ。で、これが出たら、アヌビスと交配して、アヌビスにそれをつけようと思ってます。はい。が、っていうのが、ペットの現状という形ですね。はい。で、あとは、これ、背飾り。はい。背飾りは、体力と防御型、両方とももあるんですけど、一旦ね、いろいろ試して、やっぱりね、バランス型の方がいいかなって感じですね。で、武魂は、ご覧の通り、攻撃の武魂と、体力ね、の武魂、
で、あとは反撃の武魂、あ、防御か、防御ですね。防御と、会心抵抗ですね。を優先して武魂は UR にしてます。はい。これはこれでいいと思います。この順番で。で、セカザリ、はい。バランス型どうやってるかというと、まずはまあ反撃係数上げてますよねっていうところと、で、他の職業の、ここ、体力。ここと、上の、防御。はい。これをね、手つけるのはめちゃくちゃおすすめなので、ぜひ皆さんやってくださいと思ってます。はい。あのね、コスパがめちゃくちゃいい。はい。ここの体力と防御上げるのは。ここで、火力を、まあ、上げつつも、しっかりと、体力と防御も上げてるって感じですね。で、あとはまあ反撃ダメと、最近はね、回避も上げ出しました。はい。まあ、回避してもね、反撃発動するので、これ回避上がったらめっちゃ強いなっていうの気づいたので、はい、斧はね。はい。で、あとは最後が、神器不魔ですね。ご覧の通り、神器不魔で特徴的は反撃ダメージを差 44% ついているというのはかなりでかいと思います。はい。セットボーナスは、反撃ダメージ乗算プラス 10% と、通常攻撃ダメージ乗算プラス 5% っていう感じですね。まあ、一応一個一個見ていくと、あのね、反撃ダメージと乗算をとにかく優先してます。はい。これも、反撃ダメージのやつをつけてるので、黄色になってますし、あえてね。で、オレンジのやつも反撃ダメージ乗算プラス 17% だったので、あの、結局ね、あの、ここのセットボーナスよりも、右側のね、ここのこのサブステっていうのかな、ここの厳選をね、あの、優先した方がいいと思います。トラウマは運よく、セットボーナスと、この、サブステの厳選、両方とも噛み合ったので、ラッキーっていう感じなんですけども。はい、ということでですね、まあ今回斧、ご紹介させていただきましたが、とにかく同じ戦力だったら絶対負けない。はい。で、格上にも勝てるということでね、火力、会心特化の火力と、タフネスも両立しているという、ビルドをご紹介させていただきました。ぜひね、未覚醒斧です。はい。これポイントということで、ご参考いただければ幸いです。はい。ということで本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。